皆さんこんにちは。建築試験フリーハンチャンネルです。今日はですね、フリーハン塾に通ってくださった、生徒さんの課題を添削していきたいと思います。で、この生徒さんは、受験初年度になるんですけれども、まず目の印象から、フリーハンの印象から言います と、まず柱もフリーハンで描いてますよね。で、壁もですね、架線の上にこう濃くメリハリのあるこう線が描き出ると思うので合格点かなと思います。で、時間はちょっと把握してないんですが、リズム感を持ってこう描いてるような印象があるので、おそらくはこう時間内にこう入れ込ん、全てプランニングできた上で作図までいってるんじゃないかなと思っている次第です。なので、こう初年度にしてはすごい努力されていて、教えた内容をこういろいろこう吸収してくれたのかなと思っている次第ですね。で、実は普段こう N に通っているんですが、この N の 3B の課題ですかね、を、空間構成を含めを、ちょっと添削していこうかなと思っています。で、敷地条件をちょっと簡単に整理すると、 N の 3B で、縦敷地ですよね。敷地がどこにあるかっていうと、ここですかね。これか。はい。これがまあ敷地境界線となるので、ここは縦が40メーターですかね。40メーター。で、短手の方が横が33メーターですね。で、ここに五福院が12メーター道路と東側にですね。で、西に5メーター道路があるというようなこう敷地条件となっています。なので、こうプランニングを見ると、西から、の出入り口と東からの出入り口があるようなこう、エントランスとなっていて、管理者ゾーンに関して言うと、ここにこうまとめて福井の小さい、道路側からこうアプローチできるような、ゾーニングとなっていますね。で、エスキースの仕方までこう受講してくださった生徒さんにはお伝えしてるんですが、さらにこうノートとかにも繰り返し書いてはいるんですが、今回大学の敷地、大学課題においてはですね、こう1階ではなく2階から解いた方が解きやすいよということで、まず2階から、の平面図をチェックしていきましょう。で、まずはですね、どうですかね。こう廊下がきちんと取ってますよね。で、東側にこう大きな講義室を配置して、で、西側にこう研究室だったりゼミ室だったりという、面積の小さい部屋を、配置しているので、空間ゾーニング的な観点で見ると、問題なく解けているかなと思います。で、こう廊下も西側のワンスパンを使ったところに、通してあるので、廊下がまっすぐ通っているのも好印象ですね。ただ、こう、もう一つこうリニア型にこう廊下が通るとさらにこう良くなるかなと思います。というのはですね、この講義室に行くのに、こうエレベーターから降りて、こうちょっと遠回りしなきゃいけないですよね。で、こっちも同じですよね。
なのでこう廊下を通した上でこうリニア型にですよね、この黄色い部分で、そうするとこのようにこう見通しの良い廊下から教室に行けるというこう動線が、すっきりするのかなと思います。ただそのためにはですね、このトイレですよね、トイレをこのようにこう縦配置にするっていうのがまず1点と、この利用者階段ですよねを、64を使ってこう登らせていくということが必要かなと思います。なのでこうちびこまの段階でリニア型の、バイコマでもいいですけれども、空間構成でプランニングできないかなというのを基準階においてはまあこの課題に限らずですけども、考えてまずは試してみるっていうのが重要かなと思います。でこれ1階に行ってみるとですね、そうですね、ここに風除室があって、この動線を確保するために先ほどのこの無双ゾーンをこう90度回転させたわけですよね。なのでここにこのですね階段の配置に関しては問題ないと思います。重要なのはまず2階から始めて、でコアっていうのはできるだけこう無双ゾーンの中のに振り分けてこう配置するとっていうことが重要で、ここですよね、ここが無双ゾーンですよね、まあ、ここは郵送になってますけれども、まあこの真ん中の部分に配置してしまうと、この郵送ゾーンっていうのをいっぱい講義室だったりゼミ室だったりっていうのに取れるので、まずはここに配置してみるっていうのがポイントで、まず仮置きしちゃってみてこの中にですよ。でその後、1階で辻間妻が合うかを考えるというのがノートとかに書いてる内容となります。なのでまずはここで1回配置してみて、これが通らないようだったらこう90度回転させちゃうということですよね。なので L の標準回答例 3B の方は見てないんですけれども、すごくよく解けてるなと思います。初年度とは思えないですね。はい、で最後にですね、3回を見ていくと、そうですね、こっちは東側にこう廊下が1本通っていて、各廊下から教室にも行けますし全く問題ないですよね。でここは要求室にあったこっちから行けなくてもいいっていう課題条件にあるので、こう問題ないのかなというところですよね。でですね、ちょっとポイントを整理しますと、ですね、こうリニア型をまずこう試してみると、廊下を2つ通らないかなっていうところをまず考えてみて、基準階でダメだったら、それを1階に当てはめてみてですね、その今コアの配置の話をしてます。ダメだったら、辻褄が合わなかったらこう回転させてで他の階で、辻褄が合ってるかっていうのを最終確認するっていうのが、コアの配置の考え方としてあるのかなと思っている次第ですね。で、今回に関しては
筋詰まがってるのでこれ問題ないなっていうのが確認できたかなと思います。ちょっとパッと見で添削をしてしまいましたが、大きなストーリーとしてはよくできていたかなと思います。はい、今日は以上となります。